I hope you enjoy the video. Please like, share, and subscribe. どこに行こうか。ここに行くぞ。注意して進め。ものからかかってこい。
り切っていきましょう。どこに行こうか。どこに行こうか。ここに行くぞ。注意して進め。どこに行こうか。ここに行くぞ。注意して進め。フォトンスライド。
帰ってきたな。調子いいね。よくやった。 頑張ってね。どこに行こうか。ここに行くぞ。 注意して進め。 やれやれ。
お出ましか。ルーシーキリッド。天狗のアイズメ。アイスメイクハンマー。ゲッセン。カリーの鉄拳。メイクカムバック。ゲッセン。カリーの鉄拳。天狗の崩壊。天狗のアイズメ。ルーシーキリッド。さて、アイスメイクカムバック。ゲッセン。よっしゃ、いっちゃいくか。開け四地球の扉、レオ。愛が精霊を強くする。レグレスインパクト。さて、アイスメイクハンマー。よし、カリーの鉄拳。さて、アイスメイクハンマー。カリーの王冠。天狗のアイズメ。開け四地球の扉、レオ。愛が精霊を強くする。レグレスインパクト。カント天輪の鎧、アクレストード。ゲッセン。ゲッセン。集え、妖精に導かれし光の川よ、照らせ。ジャナル牙を滅するために。フェアリークリッター。天狗の崩壊。さて、アイスメイクハンマー。よし、俺たちの勝ちだ。よし、やれやれ、お出ましか。
さて、アイスメイクハンマー、カリューのでっかい。開け選択級の扉、スコーピオン、サンドバスター、カリューのキャッカー。
スインパクト。まだやれる。開け天下地球の扉、スコーピオン。サンドバスター、なかなかやるでしょ。やれやれ、お出ましか。開け天下地球の扉、スコーピオン。サンドバスター、フォトンスライド。さて、アイスメイクハンマー。地球の扉、レオ。レグルスインパクト。行くぞ。行くぞ。インタグラムソード、カリーの壁。行きます。任せて。行くぞ。妖精に導かれし光の川よ、照らせ。ジャナル牙を滅するために。フェアリークリッター。もう終わりか。暴れたんねえぞ。切られたいものからかかってこい。メイクハンマー。さて、アイスメイクハンマー。よし、カリーのでっかい。もう終わりか。暴れたんねえぞ。やれやれ、お出ましか。天竜の
愛が精霊を強くする。レグレスインパクト。関東天輪の鎧。アクリストーナ。さて。アイスメイク。コールドエクスカイバー。地球の扉。レグレスインパクト。フォトンスライド。アイスメイクハンマー。よし、ガリューの結果。アイスメイクハンマー。天竜の逆撃。カント天竜の鎧。アクリストーナ。まだやれる。レオ、愛が精霊を強くする。レグレスインパクト。アイスメイクコールドエクスカイバー。アイスメイクコールドエクスカイバー。天竜の方向。フォトンスライド。天竜の吐き詰め。ガリューの結果。暴れたんねえぞ。さあ行くわよ。帰ってきたな。さすがだな。やるな。
どこに行こうか。ここに行くぞ。この感じなんかいつもと違うぜ。よっしゃ、行っちゃ行くか。痛いわよ。決戦、アイスメイクカンバー、カリーの鉄拳。天狗の吐き爪、痛いわよ。なかなかやるでしょ。お出ましか。天竜の吐き爪、よし、ルーシーキリーク。さて、アイスメイクカンバー、決戦、カリーの鉄拳。天竜の吐き爪。さて、アイスメイクカンバー、ルーシーキリーク、決戦。帰ってきたな。さすがですね。やるじゃないか。悪くない。よかったわね。やったわ。妖精に尻尾はあるのかないのか、そもそも妖精は本当にいるのか。故に永遠の謎、永遠の冒険。フェアリーテイルはそんな思いを込めてつけた名前です。私は自分のギルドを和を重んじる家族のようなギルドにしたいと願っていました。苦しい時も悲しい時も頼れる人がいる。どんな壮大な冒険をした後でも帰れる場所がある。今フェアリーテイルはそんな素晴らしい家族になれていると心から感じます。もちろんあなたも大切な家族の一員ですよ。いつも私たちを見守ってくれてありがとうございます。さあ、これで終わりではありません。もっと上を、どうせなら大陸一のギルドを目指しましょう。あなたたちにはこれからも新しい冒険が待っているはず。大きな壁にぶつかることもあるでしょう。ですが恐れることはありません。あなたたちには頼れる仲間と帰るべき場所があるのですから。
悪かった。それは どこに行こうか。ここに行くぞ。注意して進め。ものからかかってこい。天輪の鎧アクレスオード
ものからかかってこい。受けよ若神
その輝きをもって我に姿を示せ。
これを使う。星々の支配者。
スーサイド。よし行くぞ。さて、アイスメイクバンブレイク。地球の扉、レグルスインパクト。グレンフォーワーカン。もう終わりか。暴れたんねえぞ。ようやった。よし。夏さんと炎のドラゴンが戦っている。炎のドラゴンってまさか。ええ、多分イグニール、夏の父親だと思うわ。でもこれが未来予知だとしたら。おい、ウェンディ、仕事行こうぜ。二人で何の話してたの？あ、皆さん、実はシャルルが炎のドラゴンが出てくる予知を見たらしくて。炎のドラゴン、父ちゃん。いや待て、ドラゴンたちはタルタロスの一件の後いなくなったんだろ。うん、オイラもそばで見てた。イグニールが消えていくところ。シャルル、
イグニールはどこにいたんだ。場所は分かんねえのか。そこまでは分からないわ。そもそもこの余地だってただの夢かもしれない。ナツ、どこへ行く気だ。イグニールを探しに行くんだよ。決まってんだろ。落ち着けよ。何の手がかりもなしにどうやって探す気だ。でもどこかにいるかもしれねえんだ。ここでじっとしてられるかよ。探しに行きましょうよ。私も付き合うわ、ルーシー。そうだな。あの時はろくに挨拶もできなかった。もう一度会って話をしたい。私も行きます。シャルルが予知したならきっと何かがあるはずです。しゃあねえ、俺も付き合ってやるよ。大事な親父だもん。みんな、よし、燃えてきたぞ。待ってろ、イグニエラ。何？こんにちは。いや。え？うん。よ。何？なるほど。
よう、夏。お前、S級に上がったんだってな。ああ、これで俺もギルダースと互角ってことだ。そりゃどうかな。互角なのは肩書きだけだろ。S級に上がったばかりのひよっこにはいくらなんでも負けねえよ。やってみねえとわからねえだろ。よし、それじゃ腕試ししてやるよ。S級に上がったお前の力を俺に見せてみろ。望むところだ。場所は天狼島だ。現地で待ってるぜ。途中で怖く誰が逃げるか。首を洗って待ってろよ。ナズ、どこ行くかな。よし、ここだ。出てくっかな。だな、待ってたぜ夏。勝負だギルダーツ。まあそんなに焦るな。戦う前に少し話をしよう。覚えてるか、俺たちにとっちゃ1年ちょっと前だが、あの時の S 級昇格試験で戦った時のことそりゃ覚えてるさ。俺はお前に手も足も出なかった。その時、戦いの後俺がお前に話したことは覚えてるか。参りました。見事勇気を持って立ち向かうことを俺は咎めたりしない。しかし抜いた剣を鞘に収める勇気を持つ者はことのほか少ない。恐怖は悪ではない。それは己の弱さを知るということだ。弱さを知れば人は強くも優しくもなれる。ああ、覚えてる。俺はあの時初めて勝てないって思ったんだ。今はどうだ。俺のことが怖いか。正直怖い。でもな、これは乗り越えなくちゃならねえ怖さだ。あの時は手も足も出なかったかもしれねえ。でも俺は強くなった。勝ってそれを証明してやる。燃えてきたぞ。いい目だ。それじゃ始めようぜ夏。俺を
乗り越えてみせろ、夏。行くぞ、ギルダーズ。つまり。行くぞ、座り。これを使え。防御魔法に
満中心。お前じゃ相手になんねえ。覇者決定絶対。俺を乗り越えてみせろ、夏。行くぞ。ギル。座り。お前じゃ相手にせえ。俺を乗り越えてみせ、行くぞ。座り。俺を乗り、行くぞ。座り。お前じゃ相手にせえ。Catch it!
俺を乗り越え行くぞ。座り。これがイグニエの炎だ。電流王の崩壊。お前じゃ相手になんない。